こんばんは、皆さん。すいませんね。こんばんは。こんばんは、ということで、皆さん。もうね、髪が、あ、やばい、取れた。髪がね、乾かなかったので、水浴びてしました。すいません。実は、まだ髪が乾いておりません。やっはー、髪がね、乾かないのに乾かなくて困ったってなりながら始まりました。ちょっと一回結び直すね。こんばんは。今日は何してましたか皆さん。私はね、本当にね、今日は何もしてないですね。こんばんは。そう、爆祭祭りかましましたよ、本当に。今日は三つ編みに髪が伸びたって本当わかるよね。こんばんは。北京明けで爆睡、一緒じゃ爆睡だわ。バイトしてました、大変だ。大学の文化祭だったよ。踊って歌ってきて楽しそう。私と一緒だ。文化祭で私も歌ってはないか踊りました。見た目でこの長さはかなり長いでしょ。できた。そう、今日はゆっくりしました。明日はね、ちょっと予定があるんですけど、明日もショールームします。明日もショールームします。こんばんは。もショールームしますね。時間はね、どっちの方がいいんだろう。もう夜の方がいいのか、朝っていうか、まあ、昼の方がいいのか、どっちがいいですか。皆さんに合わせます。それは。髪かわいい。ピッチリすぎてなんかすごい頭が硬いみたいな。どっちの方がいいんだろう。今日は9時ぐらいまでやりますね。今日スクショ止まらない。可愛いスクショしてね。なんかね、新しいの買ったんだけどね、これあんまりつかの、なんかあんまりちゃんと色つかない。なんか分かんない。塗ったら、これ塗ったらあれはない。鳴らすの。やらせてね。寝るな。めっちゃここにつくの。それ取る。と、なんか色が取れずなくなる。と思う。でも手にめっちゃつく、赤くなる。っていう、あんまり使えない。外では絶対に使えないっていうリップです。中でしか使えない。パサパサになるからね。パサパサになるから上から薬用リップ。この配信は、つくるるの配信は疲れが取れます。取れますね。なんで質問しといてコメント欄。夜がいい。みんな的にいい声ないね。ありますかね、そろそろ。私のアイドルだよ、ありがとう。なんかね、ね、今月公演出れそうです。出れそうなところが1個ありそうなんです。この後はあと
3、4回出れたらいいけど、ちょっと何あるのかな。今日くらいがいい ?8 時くらい。じゃあ8時くらいから明日もやろうかな。チコチップクッキー食べてるのケロロ。違うよ、これはなんだっけ、代用なんだっけ、忘れた、名前が出てこない。オオサンショウウオ、それオオサンショウウオでした。今日久しぶりにこれやった、リファのなんかマッサージするやつ。そう、唇乾く季節になってきたよね。わかる。で、聞いて、このね、メイク品がね、これ昨日足されたんですよ。なんか私普段さ、メイク、まあ、あんまりしないんですけど、休みの日はね。なんかでもなんか肌の色がさ、ちょっと焼けたりしたから、暗くなったから、明るくするためになんかちょっとトーンアップみたいなのつけるんですね。でそれで、それを前にちょっと買ってたのよ。でその下地を買って、プラスなんかチークとリップ、チークリアンドリップみたいなやつも買って、あとそれのなんかパウダーみたいなの買いました。まあいいかわかんないんだけど、いいって信じて買ってみました。でも今日はなんかむくんじゃって、目がね。ヒルロイドは使ったり使ってなかったり、今は使ってない。なんかでもね、もう使わなきゃいけない、夏はねあんまり使わないんですけど、もう使わなきゃいけない時期がすぐそこまで来てますね。なんかさ、無意識にほっぺが赤い人って可愛いじゃないですか。そういうのがいいなって思って、ちょっとそういうチークを買いました。ムー、なんかちょっと何もしてないけど赤いよみたいな感じの人がになりたいなと思って。今日はレッスン着みたいな部屋着、レッスン着も使ってるこれでもなんかだから、なんかまださ、モコモコ着るには暑いじゃないですか。でも下はモコモコのパンツ履いてる。モコパン、モコパン。今日はチークつけてる、つけてない。今日はもう自然。あざと可愛い女になるのね、それ。あざ、え、そう、私やっぱあざとい子が好きみたい。なんかね、やっぱ絶対さ、その天然チークやないやろみたいな子とかいるけど、そういうのに騙されちゃうタイプなんですよ、私。絶対天然チークっぽく見せてる子とか可愛いですね。そう、髪明るくなってきた。全然暗くない？髪暗くてびっくりしたよ、全然。で、なんでここのさ、毛がさ、決まらないのか分かったの？長かった、この内側の毛がすごく。ほら、これめっちゃ長いの、ここは。だから、なんか俺も上がっちゃうの。だからここを切るって決めた。でも明日もしかしたらメイクさんが切れるかもしれないから、今日は頑張って切らないで耐える。もし明日いなかったら自分で切る。もう耐えられない。髪伸びたって。三つ編みで公園に出てほしい。本当？なんか三つ編みあんまりみんな好きじゃないのかなと思ったけど、じゃあ自分でやろうかな。今度やろうかな。前髪自分で切るの？いや、メイクさんに切ってもらってるけど、この間はもう全然切ってもらえなくて、のタイミング合わなくてね、だから自分で切りました。さ、長さが違って、切った瞬間は良かったんだけどね、だんだん伸びてくるとこうやって不祥事が起きる。つあみかわいい、ありがとう。ちょっと飲み物取ってきてもいい？ちょっと揺れるけどいい？喉渇いちゃった。取ってくるね、ちょっとすぐ戻ってくる。飲み物取ってきます。バイバイ。ちょっと待っててね。やばい、ここで髪の毛乾かしたから毛がめっちゃ落ちてる。お水が合うのかな。あ、じゃあ友達にもらったり。ちょっと待ってね、すぐだから一瞬だけ毛拾わせて。
が落ちるともう汚いっていう結論に至った。今日は朝起きて、こんばんは。オッケー。今日はリビングでやってるので、すぐそこにお水があるんです。お水っていうか、まあお水っていうか冷蔵庫水。いや、これ飲み終わったから。続いてこちらのお水。もう半分以上飲んじゃった。喉が渇いてた。ジュースに見える水なんです。これは、これのコップはもらったの、友達に。可愛いでしょ。ラッパ飲みしないよ、2リットルはさすがに。めっちゃ喉乾いてた。こちらのお水、あ、美味しいです。まあ、あんまり軟水になったらそんなにあれはない。なかなったいわ、お水のせいで。1日どれぐらい飲むんだろう。日によって違うけど、1リットルぐらいかな。本当は2リットルぐらい飲んだ方がいいんだけどね。1リットルぐらいかも。これの時はもうちょっと 1.5 ぐらい飲んでんのかな。どうなんだろう。ぐらい。炭酸水とか飲まないの。昔は飲んでたんだけどね。なんか炭酸水苦手になっちゃった、苦いのが。です。まだあんま飲まないかもしれない。こんばんは。大人っぽくなった。なんか最近すごい言われるんだよね、大人っぽくなったね。多分ね、髪を暗くしたからだと思うんだよ。暗くしたら私大人っぽくなるタイプなんですね。もうコップ一杯飲んじゃった。これそろそろ折れる。わかる？汚くなって線が入ってるの分かる？これもうちょっとで折れる。こうやって挟んで置いと、こうやって携帯を置けるんだけど、こうやって挟んで携帯をこうやって置けるんだけど、そう、あまりにも使いすぎても折れそう。見やかない。同じの持ってるよ。これめっちゃ便利だよね。動画とか見るときにちょうどいいのよ。ねでで君来て。でこいで。でで。でで。おいで。でで。で。で君最近仲いいんだよ。でで。ダメだ。お腹いいんだけど、ダメみたい。ママもいる。ママは今動画見てる。わかんない、携帯いじってる。ねでくん、でくん、でで、おいで、ね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 でくん、ねでで。あ、そう聞いて、あのね、昨日の話なんだけど、すごいなんかね。あの家の片付けしてたんですよ、家の自分の部屋の。あのうちのママとお姉ちゃんと一緒に。でなんか私が部屋のまだ片付けしてて、ママとお姉ちゃんは夜ご飯作りにしたいって。私の部屋は2階なんだけど、1階行って、で1階から叫ぶ声が聞こえたの。ギャーって。でなんだと思ったけど、どうせいつも通り虫とかちっちゃいのが出たんだろうなみたいな。ほんとに虫で、なんかね、あんま、いや、虫くるも無理だから、しかもどうせ大げさだろみたいな、いつも通りちっちゃいのだろうと思ったら、まさかの見に呼ばれたから行ったの。したらもうでかい、なんていうんだあれは、カメムシのでかい版みたいな感じだったよね。
カメムシとゴキブリのミックスのでかい版みたいな。カメムシ形はカメムシなんだけど、ちょっと見た目はゴキブリに近かったよね。でも気持ちよかった、本当にキモかったのさ。でもうクレバー姉ちゃんもママも本当に苦手なの、虫が本当に苦手なのね。だからもうどうしたらいいか分かんなくて、もうとりあえずその虫が動くたびにギャーって本当にもう全員で叫んで、もうどうするもできないの。でも本当に無理で、ママ泣きますしでお姉ちゃんがでゴキジェット使おうとしたのに、ゴキジェットの長い部分あるじゃないですか。ゴキジェットってこうスプレーの細くなってて、ポチッと特化できるみたいな。なのにそれついてないの。でももう本当にもうどうすんのみたいな。でこんなに叫んでるのにパパ見に来ないの。パパ家いんのに絶対ママの部屋まで声聞こえてんの、うちらの叫んでる声だって。クルミの部屋にも聞こえてきたんだから。なのに全然見に来ないの。もう本当に大騒ぎ、もうどうすんのみたいな。これ急にお姉ちゃんが虫がかわいそうとか言い出したの。あ、出て乗っちゃダメだよ、そう言い出したの。でもさ、もうどうすることもできないのにさ、もう本当にどうするの、本当にどうするのみたいな。もうね本当にね。で最終的にあのゴキジェットシューってして死な、全然死ななくて、でなんかあのほうきの先にガムテープつけてやったんだけど、ゴキブリのにゴキジェットがつきすぎてあの滑っちゃって、なんかつかなかったの、そのゴキブリ、そのあれがあれがあれの粘着につかなくて、でなんかそのモップに登ってきたの、そいつが。もうキモいでしょでそこをビニール袋かぶせて終わったっていう。で10分ぐらい戦ってた、15分ぐらい虫と格闘、3人でだよ。こんな3人にしてはちっちゃすぎる虫ね、ちょっとあれ取って膝掛け、本当にキモかったね、ありがとうもうねキモすぎて耐えられなかったね。レイくんおいで、レイくんおいで、おいでジャンプ、ね、ほら仲良くなったでしょ、みんなびっくりでしょ、呼んだら来るようになったの、まさかの。初見です、ありがとう。すごくない、呼んだら来てくれるようになったんだよね。それぐらいの中に成長しました。なんでだろうね、最近クメの愛情がやっと届いたのかな。見て怒ってる、なんかここにいます。ちょっと下向けたら見えないかな。ごめんね、行かないで、カメラに映るのは嫌みたい、ごめん、嘘、もう見せないから、もう行かないで、お腹行かないで、出てくん来ないで、なんで行っちゃうの、出てくん、こっち向いて。今日もね、クミの部屋に来たの、自分からね、出てくんね、自分の部屋に来たの、自分からクミの部屋に来たんだよね、覚えてるよ。クビは一生忘れないよ、出てくるのことでね、一緒に寝た。なんせやくん今ちょっと毛がね伸ばし中だからね、冬に向けてね、クマカットしてもらうんだよね。でこっち向いて、こっちは向いてくれないの、かわいいかわいい。今日は TikTok 見て、 TikTok 久しぶりに見たわ今日。ねえ、レくん最近ね漫画ばっかり読んでたから TikTok 久しぶりね、これが邪魔なのか。動かしてあげるよ。あ、行っちゃった、
荷物どかそうとしたら行っちゃった。邪魔って思ったのかな。おいでデデくん、おいでおいでおいで、ここ乗れるよデくん。あ、もう来ない。デデもうダメだ、おいで。最近チェンソーマンっていうアニメにハマっててね。来るの？どっちなの？あなたはさ、うろちょろしない。そう、チェンソーマンにハマってます。漫画持ってない。チェンソーマンはね、アニメで見てるね。最近ね、ブルーロックっていうアニメをおすすめされて見たの。見てます、ブルーロックっていうの。でもあんまり私は好きじゃないんですけどね。好きじゃないです。友達におすすめされたブルーロックっていうアニメを見てるんですけど、難しいね、あれは。あんまり好きじゃない。そう、サッカーのやつなんだけど、ムナッチさんもチェンソーマン見てる？チェンソーマン4話見た。好きじゃなくても見ちゃうの？あのね、好きなやつ好きじゃないけど友達におすすめされたから見てる。エゴイストっていうのが私は苦手なタイプの人間だなっていう。そのなんかエゴイストっていうのが出てくるとか、エゴイストを育てるサッカーの話なんだけど、すごいエゴイスト苦手でね、私多分エゴイストな人がそう、エゴイストな人が苦手だからあんまり好きじゃないのかないですね。エゴイストっていうのは利己的、利己、わがままな人、簡単に言えば。エゴイストはみんな苦手。あ、よかった。でもみんなはそれ面白くて見てんだよ。私は好きじゃん。それをなんかもうイライラしちゃって見れない。でも4話までの、4話が終わった後に見てってお願いされたから見たんだけど、もう見ないかもしれない、エゴイストは。それはあんまりなんか見てたちって、ね、ちょっと嫌だ。エゴイストもネトフリです。ネトフリ怖いのしか見ないの？そんなことないんだけどね。何なんだろうね。最近流行るのが意外とグロいの流行りません？でも、あ、話したよ、この友達に。私エゴイストが無理だからあのアニメはハマらないわって言った普通に言ったよ、ちゃんと。したら笑ってた。久しぶり。今何時なの？ちょっとテレビつけ。ドッキリグランプリやってる。恋愛星の地回避しまくれて面白い。何それ面白そう。久々にゆっくりの日だったの。そう、どうだろう。私的にはそうね、学校もなくてっていうのが、あれもあったかな、どうだっただろう。なんか最近ね、遊びに誘われたりしてたから、遊びに行ったりしてたんだよ、休みの日にね。だから確かにここまでゆっくりは久しぶりなの。え、どうだろう、先週もそうだったかな。あんまり覚えてない、あんまり覚えてないです、すいません来るるん、チェンソーマンみたいになんだと頑張れる。なんだろうね、今だったらって感じかな。ずっとこのために頑張れるっていうのはないかもね。
クルル休みの日はずっと遊んでた。私遊ぶの珍しいんだよ実は。あのね、私は本当に休みだとね家で寝てることばっかりしてるので本当に珍しいんですよ。意外と遊びに行くっていうのが珍しいタイプ。みんな的に確かに遊んでそうなイメージあるのかな。どうなんだろう、わかんないけど。今のところチェーンソーマンの誰の星もポチタポチタくるみって名前からもう可愛い。え、ありがとう、嬉しい。ラスト JK だから友達と遊ぶのも、そう、遊ぶのも大事だよね。まなかちゃんと遊びに行った？遊びに行ってない。まなかちゃんは誘われないから遊ばないです。私は誘われないと遊びに行かないタイプなんです。インドアのイメージないんだよね。なんで？インドアじゃないんだけど、めっちゃインドアなんだけど私。インドアでしかないよ。誘わないくせに誘われたら断るからね私。全然断るからね遊び。インドアには見えないの？インドアに見えて、私インドアなんだよ。私はインドアマンなんです。まあインドアじゃなくてどっちもいいんだけどね。まあ本当はインドアですよっていう。マンキー後ろがきポチさんに見えたらどこが？断るからね。私本当にすぐ断っちゃうし、なんかね、れなちゃんに誘えたら断らないよ絶対。自粛期間も苦じゃなかった、全然苦じゃなかったですし、もうじゃ活動とかを忘れたとしてね、したら一生自粛期間が良かったって思うぐらい。そのなんで自粛になっちゃったかとか、自粛期間の活動とかそういうのを忘れてね、一生の中が自粛になりますって言ったらめっちゃ喜ぶね。あ、でも一生は嫌なのかな。でも1ヶ月ぐらい、なんか年に1ヶ月ぐらいは自粛期間があってもいいんじゃないかなって思っちゃうくらい自粛期間は楽しかったです。なぜのそれは一人自分で決められるっていう、まあ、夏休みとは別ね、夏休みとは別で、夏休みとか冬休みとかは別で、なんか自分で1ヶ月休んでいいですよっていう期間があったらいいなって思っちゃいましたね。社会人だと在宅ワークみたいなもんですね。そうね。ダメ人間の発言ですよって言われた。ダメ人間ですよ、だいぶ私はもう。ねえ、かおりちゃん卒業発表しちゃいましたからね、もう本当に悲しいですよね。かおりちゃんのお家に本当は今週中に、あ、連絡し忘れちゃった、ごめんね、かおりちゃん。本当は今週行けばよかったけど、ちょっと今週はね、行けませんでしたね。かおりちゃんの家はね、2回、3回行ったかな、3回行ったことあるね。何歳？7歳かな。かおりちゃん泣いてくれると思わなかったから嬉しかったって。泣くつもりなかったけどね。知らなかった、聞いてなかった、悲しいよね。10周年の時はまたみんな集まれたらいいよね。うん、動画撮ってる人は笑ってました。もうね、爆笑でしたよ、あの動画を撮っている田口さんは。
ね、なんかお風呂入ると眠くなっちゃう現象って何なんだろうね。もうお風呂入るとね、眠くて眠くてね、もう起きてられないんだよね、最近。あの動画の再生数すごいよ。そんなの。そう、お風呂入ったんです。もう逆に笑いすぎて泣いてたかも。確かにね、笑い泣きしてたかもね。田口さんとのいざこざを一度は、どういういざこざ、いつもしてるじゃん。ね、ドッキリグランプリおもろいんだけど。この方の名前なんだっけ、若智子、若智子。そう、消して。あの動画のアイミング、そうなの？笑ってるのがいいの？笑ってるってか、まあ、微笑んでんだよね。温かく見守ってくれてましたね。今日は9時までします。今日は何時までする？9時って言ったよね今。ふーちゃん、かわいい。ありがとう。今日は、明日はね、ちょっと午後から予定があるので、で夜配信しますね。明日も8時ぐらいかな。できんのかな、8時ぐらいに配信。9時くらいになっちゃうか。どっちだろう。ちょっと予定がまだ来てないので。何もないからな最近。なんかあったかな。そういうイベントね、参加しなかったです。私なんだろう、イベントはね、やりたいのが来たらやります。また、今回のがやりたくなかったとかじゃなくて、なんだろうな、難しいんですけど、まあイベントやっぱ平日にかぶっちゃうと、私は朝の5時から8時までと夕方の5時から10時までしかできなくて、平日3日今回かぶってるじゃないですか。で最終日に関しては8時とかまでしかできないから、ね、難しい。普通に本気でやりたくてもやりきれないで終わっちゃうし、それでも皆さんにも頑張っ、それでも頑張るって言ったら皆さんが頑張ってくれると思うので、なんかその頑張りが無駄じゃないけど、なんだろう、まあ最終的に普通よりも不利な状態でやったら、その頑張りすらもなかったことになっちゃうなと思ったので、そうね、そう無理した結果それが嫌な方向に働くのが嫌だったので、いつかは行きますよ本気でイベントちゃんと。でも今はやっぱりもうできる時間がやっぱ限られてるのでね。
そうね。でもイベントはまだやらないです。高校の間はきっとやらない、まあ、まあそうは言えない、やんないとは言い切れないけど、今のところはないですね。だって3時間空けなきゃいけないんでしょ、3周するには。ってことは平日だったら、じゃあ皆さんに5時半からまず6時半に投げてもらって、で皆さん私も含め仕事学校行きます。で5時には家に帰ってこれないので、私が学校からね。なので6時から8時まで、7時までやります。で3時間空けるとしたら8、もう空けられない、7、8、9、7、8、9まで空ければいいか。そしたら9時から10時までやってるっていう、そういうスケジュールになります、本気でやったらね。でも本気でやらないのにやる、なんていうの、この間は夏休みだったし、私がだいぶ落ち着いてたから、まあ、楽にねできてよ、2時間とかぶつづけでやっちゃいましたけど、今はねちょっとそうもいかずに、長期休みの間だったらね全然私もできるんですけどね。それがさすがに今は普通に学校があるのでね。でも私が本気でやるって言ったら皆さんやってくださいね、ぜひ。捨て押しとか私もよくわかんないですけど、ぜひ本気でやるって言った時にはお願いします。力を貸してください。そうね、そうね、そう、それが痛い、こうやっても消化試合になっちゃう、そうそうそう。いや前回はゆっくり参加型の人も多かったし、多分そうやってやることでももう良かったんだけど、今回は多分そういう人も少ないんだろうし、だからなかなかそうやって参加していいものじゃないよね、きっと。ゆっくりやろうっていうのでイベントに参加していいものでもないのかなって思いました。からそうね、全部は同じ条件じゃない、それは仕方ないね、やっぱ学生だからね、学校通ってるから違う。髪切りたい、切っちゃうかもしれないけど秘密にするね、切ったら切っちゃうかもしれないけど、髪これぐらいにしてるかもしれない、もうこんな切っちゃう。みんなはロングの方が好きなの？どうなんだろう。ご飯はもう食べましたよ。切らないね、みんな切らないらしいの。どっちも可愛いと思うし、どっちも好き、くるみが好き、どっちも好き、似合ってれば。まあ一回やったぐらいの長さだから、まあ似合ってないことはない、自分で言うっていうね。ロングはめんどくさいんですよ、いろいろ。ツヤツヤが好きです。今結んでるかわかんないね。でもシャンプー変えてからだいぶツヤツヤになった気がする。お肌もツヤツヤで可愛い。おはよう。お肌ツヤツヤ。ここにね、この間までニキビしてるんだ、ここなんかできてる。
彼女一回短くしてたね、めっちゃ。私も短くしたよ、去年。みんな的にあれは短くなかったってことなのかな。じゃああれぐらいだったらいいってこと。みんな私去年短くしてたんですけど、知ってます？綺麗に編んでる。編んでるでしょ、自分でやったよ。肩より上が短いんだ。じゃあ私のは短くなかったね。短いに入らないんだね。そっか、じゃあ長いわ。あれぐらいにしたい。私はじゃあ短くないかも、みんなからしたら。明確にはショートにできない。くるみは勇気出ない。短くしてみたら、これぐらい、肩ぐらいしてみたいけどさ、似合わなかったらみんなどうせあれでしょ、離れていくんでしょ。髪の毛伸ばしてとかさ、むずいこと言ってくるんでしょ。だからね、ショートってか似合わなくなったらさ、すごく自分のテンションも落ちるしね。エクステってすごく高いんだよ。3万とかするの、すごいよね。エクステ高いよね。坊主やったね、一回。あ、金髪の方がびっくりする？金髪か。金髪もしないかな、きっと。茶髪はするけどね。だから茶髪は許してよ。金髪はねしないけど。あ、やったね。ショートやったやん、くるみ。オーバークレアやってたやん。まあ、金髪っていうかもうピンク髪だったけど。やってたわ。めっちゃ短いのやってたね。似合うじゃん。自分で言うっていうね。似合うじゃん。やっちゃおうかな、じゃあ。ショート。クレアしてたやん、私。忘れないでよ、オーバークレア。ちょっと今面白いのやってる。オーバークレアやってたやん。くるくるすは香里ちゃんね。私ね、あー、風とみとさんありがとうございます。ファーン、ありがとう。ケロロのリュックにプレゼントが入ってるらしい。なんでしょう。なんと、お久しぶりの出てきた。
あれだ、タワーありがとうでいつもクラッカーしてる。タワーありがとう、イエーイ、久しぶり、ありがとう風富田さん。久しぶり、臭、本当に臭いの。デデが怖がっちゃったじゃん。冬のこともう嫌いになっちゃうよ、そのままだと。ありがとう。クラッカーがね、余ってたんだよね。もうないと思っていたクラッカーが。次、あ、キロロンが次このカチューシャしてる。見て、かわいい。最近ゴミが出ないです。出ましたけどね、めっちゃ飛びましたよ、ゴミが。ケロロンはゴミです。あ、ケロロンはゴミです。ね、本当にみんな、じゃあみんなのせいでコメントに入れてきて見てたからそっち行っちゃったのよ。やばすぎ。ケロロンはゴミですわ、本当にやばい。ごめん、嘘だよ、ごめんね、違う、嘘っていうか間違えただけだよ、本当。嘘とかの次元でもない、もう間違えただけ、ただ。うちにゴミ3匹います。やめて、間違いだから。キロロのショックで口開いちゃってるじゃん、いつもな、これもう。間違えない、ダメだよ。初見です、ありがとう。リボンしてるよ、この子。でもね、男の子なんですよ。あれ男の子なの、女の子なんだっけ、なんか性別決めたっけ、この子たち。髪切りたすぎる、切っちゃおうかな、何回言ってんねんってね。髪ね、ほんと切りたいの最近。しちゃうかもしれないね、もしかしたら。でもね、止められる、よく長い方がいいよって言われる。でも自分もそう思うもん。でも明日の配信も楽しみしてね、バイ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 。高校卒業まで切らなくない？え、なんで？高校はだって結ばなきゃいけないんだよ、どうせ。伸ばしててもね、短くても変わんないのよ、実は。高校がさ、ね、下ろせたらばね、別に多分切ってないかもしれないけど、行政変わんない、高校。髪型の校則あるの、あるよ。そう、そういう校則なの。卒業式とか入学、違うよ。もう常日頃から髪を下ろしてはいけないっていうルールがある。長い人は結ぶか、こうやって三つ編みするか、二つか、絶対にくくってなきゃいけないの。やばいよね、中学生みたいだよね。中学の方が校則いるかったわ。中学なんてもう毎日下ろしていってたわ、くるみ。
髪伸びるの早いから安心して。今切ったとて多分来年の夏、再来年の夏にはもう伸びてる。今切ったらね。高3なんだからもう高速違うのよ。本当に厳しいの。多分みんなが思ってる以上に厳しいの。もう全然そんなのね無理だよ。点検も2ヶ月に1回必ずあるし、それとメイクとか多分してたら落としなさいって言われるし、髪なんて先生とすれ違っただけで結びなさいって言われるし、爪はもし先生に爪見られる瞬間ってなかなかないじゃないですか。でも見られたら長かったら注意してくる先生もいる。でも2ヶ月に1回は必ず切っていかなきゃいけないのよ。めんどくさいでしょ。そんな学校なんですよ、うちの学校。やっぱり学校アンチしちゃダメだよ。そう、この髪のね染めも事務所の方からお願いして染めさせてもらってるの。眉毛も整えちゃダメ、本当は。アイプチもしちゃダメ。どういうルールなんだろうね。なんでそういうルールなんだろう。前髪長いとね切ってきなさいって言われる。私なんて点検の時に前に髪が傷んでるから切ってきなさいって言われましたよ。毛先切りに行った。偉くない？めっちゃ厳しいのよ。もしかしたら私たちの卒業後に変わるかもしれないね。どんどんもう時代に合ってないからね。私でも眉毛ボーボーになっちゃえばみんな取られると思うよ。でもね、眉毛つながってるとね注意されるんだよ。おもろいよね。あと男の子はこれ面白い話なんだけど、ひげがね朝剃っても濃くなっちゃう子とかいるじゃないですか。いるんだって。わかんないけどそれの注意されてたらしい。ねえ、辛いよね。髪の毛を結んでなかったらゴム渡されて結ばされる。厳しいんですよ、ね、そろそろ校則変わりそうだけどね。もう私たちが卒業した後が何でも変わるとしたら、頭いい学校はねきっとそんな厳しくない気がする。スカートの丈も、まあ、そんな何センチかとかかかったりしないけど、先生が目で見て短かったら下げられる。中の高校楽しいだろうね。まあもう終わりますからいいんですけどね。あ、56分だ。ランキング発表しよう。来ます。13位の方が来ますね。13位の方、まーちゃんさん、ありがとうございます。イエイ。12位の方、タッティさん、ありがとうございます。イエイ。11位の方、はやちゃんさん、ありがとうございます。イェイ。10位の方、矢野たけしさん、ありがとうございます。イェイ。
9位の方デブニャンさんありがとうございます。イエイ。8位の方 J アットマークノーボディーノーンズさんありがとうございます。イエイ。7位の方ハッピーサッピーさんありがとうございます。イエイ。5位6位の方パパチンさんありがとうございます。イエイ。5位の方カッター山内さんありがとうございます。イエイ。4位の方カッティさんありがとうございます。イエイ。3位の方ミッキーさんありがとうございます。イエイ。2位の方で3位のこと言ったくるみ。3位の方高弘さんありがとうございます。イエイ。記憶えば2位の方ミッキーさんありがとうございます。イエイ。1位の方風とみとさんありがとうございます。イエイ。ありがとうございます皆さん。また明日は8時か9時かどっちかにしますね。ノーバディか。ごめんね英語読めなくて。ということで皆さんまたお会いしましょうね。何時だろう。58分だ。明日も待って。明日はお仕事です。あのキリグランプリが終わったら21時。どうもありがとうございます。ということで皆さんおやすみね。明日も頑張りましょう。明日早起きじゃないんですけどね。じゃあ皆さんまたあのいい夢見てくださいっていうか私の夢を見てくださいぜひ。じゃあまたあのお会いしてください。お会いしてください。お会いしましょう。明日も来てください。くしゃみ出そう。もう寝るの。寝ます多分。いやでもさすがにまだ寝れない。もうちょっと後で寝ます。今日こそなんかゲームしたい。本当はゲームしたいよ。ゲームがしたいんだよ。くるみはゲームがしたいんだがやってくれる人がいない。もう本当はねこの時間ぐらいからゲームしたけどみんな活動時間がゲームの夜中なのでダメ合わない時間が。最近私寝るの早いからもう寝ちゃうんだよね。みんながゲームやり始める時間では。夜更かし最近できないんですよ私。夜更かしが苦手になってしまってもう1時とかには寝てしまっているんですよ。みんなにとって1時って12時とかに私寝てるのかな。もう12時とかも1時にはね爆睡状態なんで。なのでそれまでやってくれる人に出会いたいですね。9時になった。じゃあということで皆さんまた配信しますので見に来てくださいね。ということでまた明日お会いしましょう。それでは配信切るまで3、2、1おやすみなさい。